こんにちは、KZP プラスです。今回の動画は、討伐にある緑の、チャレンジフェスに挑戦した動画になります。サガ系の新作サガエメに、登場する敵キャラとのことです。フンヌ、タイダ、色欲、鈍色の4体と、それぞれ戦います。今回は鈍色との戦いです。40回の被弾まで被ダメ軽減効果、が貼られています。これを早めに、解除してダメージを通しましょうと、いうのがギミックのようですね。こちらの手数が多ければ多いほど、40回到達が早くなるので、多段攻撃や追撃が多いキャラを、優先的に選出しつつ、攻撃、防御、ステータスアップのバフがある、キャラを選びたいところです。鈍色は、ザ、熱属性攻撃が多いので、耐性はここを意識して闘技の選択、をします。弱点は突のみでここをつけるキャラ、を選択すべきなのですが私が、パッと思いつく多段攻撃のキャラが、残属性ばかりだったので、残属性、パーティーで挑むことにしました。残属性ならヨハンとドロレスで耐性、デバフできるのでヨダメも悪くない、数値を出せるでしょう、と思ってます。陣形は火ダメ軽減とオーバードライブゲージの、回転率を上げてくれる、オーバーアクセラレートを選択です。まず、多段攻撃で強力なアタッカー、と言ったらで思いつくのが8、最新スタイルは攻撃回数が少し、少ないですが追撃を含めてかなり、大きな総ダメージ、攻撃回数を、出しますので必須選出、全身アビリティの効果で敵の防御、ステータスをデバフしてくれる効果、を付与できるのも大きいです。次に選出したのはヨハン。こちらも追撃を含め、多段攻撃技も、あるので攻撃回数が稼げます。そして何より敵の残属性耐性を下げられるアビリティがあるので非常に良いです。40回のバリアを剥がしたらもう一気に畳みかけてしまおうという作戦。ダメージブロック15回分あるのもすんごい役に立ちますよね。続いてはドロレス。選出に至ってはとても悩みました。敵はガン、陰に弱点がないため、ウィーク攻撃が条件の追撃が出せないので不完全な能力で、出陣せねばならないからです。ただ、アビリティの敵の残耐性を弱化できるものと、陰属性攻撃をした際に味方全員に防御バフが晴れるという部分に期待して選出。何気に残音波で敵のバフも解除できるかなと。そしてダークネススラッシュは5回の多段攻撃なので少しは貢献ができるし、いいよねと選択しました。次はエレンを選出。オーバードライブが追撃発動の条件ですが、アビリティの効果で毎ターン、オーバードライブゲージがマックス状態なので OK。ベニアを焦点撃を常に使って攻撃をします。追撃もしっかり出ますので、ヨダメもかなり大きい数値が期待できます。アビリティの切り開き力で、味方全員に防御バフ、ヒットポイント、DP 回復、オーバードライブゲージの回転率も上げてくれる、ので攻撃面以外でも強いんです。最近アビリティが多すぎて解説、どころか自分の理解が追いついて、ないことが多くパーティー選出に、苦労します。バトルマーカーアビリティで敵の、ステータスと防御弱化もさせるし、エレンはすごい、とってよかった。最後は御堂津なのに、攻撃回数自体は追撃を入れても、少なめではありますが、そこは他の、メンバーに任せていいでしょう。火力自体はしっかり強いですし、何よりもサポート能力が高いので、良いです。攻撃、防御バフにヒットポイント、DP の、回復と素晴らしいですからね。敵は、自身にバフを入れてターン、経過で攻撃威力が高くなっていく、感じがしますので、早めに40回を、剥がして大きなヨダメで一気に、倒し切りたいです。
よーし、クリアできました。素晴らしい火力、火力こそ正義。こんだけガンガン多段攻撃して、大きな余ダメ出せると楽しいね。これで緑のチャレンジフェスは、全部クリアです。今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。